At the start of the 2020 Olympic qualifying period, Hiroyuki Endo and Yuta Watanabe were battling to be the second best Japanese men's pair in order to make the cut. They'd break into the top five in the world just a month later. These days, not only have they cemented their spot as Japan's number one, Endo and Watanabe also have made their case to be serious medal contenders in Tokyo. まあ、実際レースが始まるっていうなった時に自分自身であんまり実感は湧いていなくて、まあただそれでも目の前の試合をどれだけ充実させるかっていうのを考えて、まあレース中も、まあレースが終わって今も、それだけを考えてプレーができているので、すごくいいレースだったし、ここからの期間もきっと、いい練習、いい日々が続くんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあみんな目の色変えてやってくるので、こっちも集中とかを最後まで切らさずにやっていかないと勝てる試合も勝てないですし、そういう取りこぼしがないようにやっていくのを心がけてます。そうですね。とりあえず体調をしっかりして、目の前の一社一社を大事にやっていくことしか頭になかったです。2020の前衛で、優勝した時はやはり僕の中で今までやってきたことが、間違ってないんだなっていうふうに実感したし、それが自信になってくれて、まあここまで、いい日々が送れてますけど、まああんまりオリンピックっていうのを考えすぎず過ごせてたっていうのが、まあ、具体的な大会とかっていうのはあんまり僕の中でなくて、それでもコンスタントに成績を残すとか、まあ、諦めずに最後までどの大会もプレーするっていう方が僕の中では大事でした。まあ、もちろん結果が出なければ不安になる時もあるし、結果が出ればまあそれだけ嬉しい気持ちっていうのは増えますけど、まあ一喜一憂は一瞬だけしていいっていうふうに自分の中で捉えてて、まあそれもこれもどんどん過去の栄光になっていって、どんどん次の大会とか目指すべきものって変わっていくので、まあその中で一瞬はやっぱり振り返ったりとか余韻に浸ったりとかっていうのは必要で、一瞬だけ余韻に浸ってその後またゼロからっていう気持ちを、強く保つようにしてました。そうですね、まだ成長しなきゃいけない部分があったので、1年伸びてその直す時間を与えられたと思って日々過ごしています。自分がどうこうっていう問題ではないと思うし、なんだろう、僕らは出る側としては精一杯やるっていうことしかできないと思ってて、まあ、それによって周りの人たち、見てる人とかそういった人たちが何かを感じてもらえるように、そこの何かっていうのは僕らがこう決めて与えられるものじゃないですけど、何かいいイメージを周りの人たちに与えられるようになったらいいなっていうのが、今回のオリンピックだと思います。